いや、店やってねえよ。だから、休業中だから、今。うん。今回の件って、何も別に俺の身の回りでは何事も起こってないで。うん。何の話だろう。俺は至って平和だよ、今。うん。私は別に何もないですわ。うん。やっぱ湯あたりしてんのかな、俺。昨日の長風呂で。うん。よく寝れたけどな、でも。ラジオなんか聞きながらお風呂入ってたからよくなかったんだな、あれ。マルコさんが無理な、あ、そっちの話かい。いや、マルコさん、電話くれるって言ってんだけど、かかってこねえんだよな。うん。だって今日寒いみてえよ。いや、俺もだから家の中にいるけど、あ、意外と今日冷えてんな、みたいな。うん。いや、違うよ。半袖すごいっつったって、うん。いや、家の中で別に長袖じゃなくてもいいべや。うん。いや、ここにあれ、ヒーターがあるから大丈夫だよ。今つけてるけど。なんだ、遠赤ヒーター。エアコンはつけないけどね。もう俺のすぐ近所だけ。だから別にそんなに寒くない。むしろこの辺はちょっと暑っとか低温やけど気をつけろよみたいな。うん。だからオイルヒーターはあれだ、空気は乾燥しねえからいいんだろ。私の名前を伝えたら佐野さんもご存知です。ギャンさん、まあまあここでは書くなよ。いろん誰が見てるかわかんねえから。またアンチが叩きに回るからよ。うん。まあ、どっちにしろ、マックス金曜日だから、うん。まあ、金曜日には検察庁行ってくるよ。うん。そのまま習慣だからよ。いやいや、その話でしょ、だって結局のところは。俺が行くか行かないかの話だから。
金が用意はできてないよ、全然。うん。だって、マルコさんが用立ててくれるって言うから、その話だけだから。うん。さあ、うるさいな、いろんなメールが来て。どうにかコンタクトを取れたらと思っています。あ、俺と？うん。おはよう。ああ、娘に合格を埋めるって言って、喜んでました。はいはい。ありがとうございます。労役中にロベカル、俺に協力金がもし入ったとしても、その協力金を俺引き出せないだろ。言ってる意味わかる？入っちゃったらダメなんだよ。あ、もう悪いんだけど、ゆきちは関係ないからね。もうそういうところにシャシャっと来なくていいから。うん。で、外部の人が俺の口座のキャッシュカード持ってなきゃダメじゃん。そうだろうね。一週間くらい労役行ったらネタにはなるね。いや、ガンちゃんさ、もう考えてみ、去年俺さ、ね、トータルで2回パクられて、48日間はもうパクられて、留置所にいるんだから、それ、大したネタになってねえだろっつうの。そんなの労役一週間行ったぐらいでネタになんかならないよ。全然。労役中差し入れできる？いや、差し入れとかいらないでしょ、普通に。うん、まあ、なるようになんじゃないの？しゃあねえな。うん。しゃあない、しゃあない。いや、ギャンさんいいよ。うん。あ、ライバックね、俺ってね、そういうところは変な嘘はつかないんで。金入ったら金入ったぜって言うから。うん。おじさんは。そうそう。だって性格的にそうじゃねえかよ、俺。金持ったら持ったで、って見せるタイプだから。ねえときはねえって言ってるよ。じゃあなんでお前こんな出頭命令書がここにあるんだよ。なあ。うまあ。ん？なあ。
嫌な髪だ。まあ、うん、まあ嫌な髪だけどな。まあここまで待ってもらってたからな、しゃあねえな。そうそう、地図まであるよ。検察庁までの地図な。ツイッターも凍結で連絡取れないので。俺だからあれだよ、フェイスブックとインスタグラムはやってるけどね。うん、まあまあまあいいじゃないですか。皆さんクラブハウス、あ、なんか今なんか流行ってるらしいな。あれなんかさ、招待受けねえと入れねえって言ってるけど、なんか抜け道があるらしいな。ああ、クラウドファンディング、あ、まあやり方がよくわかんねえからな。うん、久々にロングで寝たからな、寝すぎたかもしんねえな。うん、まあいいか、酒も飲めるし。昨日だから風呂入りすぎたのかな。そうそう、1時間ぐらい入ってたよ、ビール飲みながら。あ、でもそんなあっちっちの風呂に入ってたわけじゃねえからさ、ポッドキャストとか聞きながら。ビール飲んで風呂入ってた。普段はそんな長く入んないよ。うん、普段10分ぐらいだよ、浸かるのなんて。うん、なんか昨日はラジオ聞いてたら、なんかで入浴剤入れたりとかして、うーって入ってただけだから。
あとででも、なんか食い物買ってくるかな。いや、ギャンさんありがとう。いや、こちらこそ。つまみっていうか、おにぎり買ってこようかな。うん。コンビニで。おにぎり。そうそう、コンビニのおにぎり。俺ね、だいたい買うの決まってんだよ。おこわと、赤飯と、うん。そんな感じ。おこわっていうのはもち米で、あの炊き込みご飯みたいな感じのやつ。うん。なんか海苔が巻いてあるやつはもうあんまり最近買わねえな。うん。ここは配信はしないよ別に。俺放送終わってから買いに行くんだから。うん。枝豆ご飯がうまい。ああうまそうだな。うん。多分俺も多分それ多分。まあ俺はセブン入れは行かねえから。近所にセブン入れがあったら多分俺も買うと思うな。うん、食ったら寝ちゃうもんね。そう。でもよこの時間行くとよ結構弁当種類いっぱいあんだよな。コンビニな。朝だから。おにぎりも。うん。まあ、そんな感じで今日は別に、朝ね、おはようさん放送だから、大して、みんな水分少ねえよ、ボブちゃんよ。いや、俺の近所にっていうか、近所でもねえけど、ちょっと行ったところにあるけど、うん。でももう、めんどくせえじゃん。だってもうそこファミマあるから、もうそっち行っちゃうよ。うん。ストーンさん、おはよう。でももう、もう、放送も、うん。そんなやらないよ。うん。あとはテレビでも見ようかな、みたいな。飯食いながら。まあまあ。今日の朝枠はおまけみたいなもんだからさ。うん。あ、映画見てもいいかもしんねえな。うん。よし。じゃあ、放送終わって、コンビニ買い物行って、うん、そんな感じですか。
うん。まあ多分、うだうだしながら、夕方っていうか午後ぐらいからはやるかもしんないし。あいよ、どうもありがとうございました。はい、失礼します。どうもです。